お疲れ様です。どうぞよろしくお願いいたします。では、お願いします。はい、臨時会見させていただきます。福岡市では、博多港クルーズセンターで、コロナワクチン予約なしで接種できるようにいたします。時間は11時から20時となっています。で、12歳から15歳については、これは保護者同伴というふうになりますので、お時間が空いた方、来ることができるという方は、クルーズセンターでお越しいただければというふうに思います。福岡市役所の前から無料のシャトルバスも出ているので、ご利用いただければというふうに思います。また、このクルーズセンター以外の集団接種会場、また、個別のクリニックについてはですね、これは従来通り、予約が必要ですので、必ず予約をしてからお越しいただきたいというふうに思います。それはご注意いただきたいと思います。明日からです。それで、先ほどですね、福岡市医師会もそうですし、それから感染症、それから予防接種の専門家の先生方も参加をしていただいて、第6回の接種体制の検討会議を開催をいたしました。そこで、福岡市の今後の接種体制についていろいろと意見交換をして、今後の体制について、お話をしました。いろんなご意見が出てですね、それを反映した新しい体制というのは、また後日、これについてはお話をしたいというふうに思うんですが、まずはですね、実は、先週ぐらいまでかな、については、クルーズセンターについても、ほぼ、満枠というか、枠がすべて予約が、かなり、ほとんど入るような状況にありまして、9割以上は入ってたんですが、実は、今週以降ですね、予約の空きがかなり、出るようになりました。これは、クルーズセンターについては。で、もちろんこれは、なんていうのかな、夏休みが終わったというようなこともあるでしょうし、それから、ある程度ですね、福岡市のワクチン接種については、ステージが変わったなというふうに思うわけですね。要するに、これまでについては、とにかく受けたいという方を、混乱なく、うまく予約を取りながら、混乱なく、接種をしていくという状況だったのが、この枠がすべて埋まらなくなってきたということは、これからは、接種を干渉していったり、より受けやすい環境にしていきながら、多くの方に接種の、より気軽にできるようなですね、体制づくりっていうのが大事になるフェーズに入ってくるのかなというふうに思っています。そこで、そうしたことも含めて、先ほど接種体制、検討会議というものを開いて、それでまずは、では早速、このクルーズセンターについてはですね、予約なしで受けることができるようにしようと。というような形になりました。必ず、福岡市が、お送りしている接種券をお持ちいただければというふうに思っております。はい。私からは以上です。それではご質問ありましたら、どうぞお願いいたします。はい、どうぞ。NHK の小林です。はい。予約なしの接種ということで、若い世代への接種を行うというような、そういうなんか意図な目的などあれば教えてください。そうですね。若い方、より若い方になればなるほど、要するに予約率、現在の予約率とか接種率は低くなっている現状があります。で、ただ、もちろん若いといっても、例えば10代、20代だけではなくって、まだもちろん40代、50代でも受けてない方いらっしゃって、やっぱり、最初はね、とにかく早く受けたいっていう方をいかにスムーズに、その接種できるかっていうところをしてきたんですが、本当に受けたい方ってもう今まででももう予約できる状況にもう十分あるわけですね。で、東京とかとはちょっと違う状況なので、福岡はもう予約しようと思えばできる状況があって、でそれでいて今予約が空いてるということは、これはなんだろうな、例えば予約どうしたらいいのかなとかですね。もしくは、絶対受けたくないってわけじゃないけど、そこまで積極的に受けたいわけではないとか。チャンスがあれば、タイミングが合えば、受けていいんだけども、
その先の予定がわからないとかね、そういう方もいらっしゃるのかなというふうに思っています。そこでまずはクルーズセンターについては現在の状況等々を踏まえるとですね、今、開けて、どれぐらいの人がじゃあ予約なしで来るかっていう一定の予測と、それから、そこで、受けられなくて、東京のような状況が起こるということもですね、ある程度考えにくいというような想定のもとで、まずはここの予約なしでできる環境を提供しようということになります。まあ、他にも実は今日この接種体制の検討会議の中でアイデアが出ていて、で、今検討を進めている別の話もあるんですが、これは先方のとの関係もあって、また言えるようになったらまた話したいと思います。つまり何かというと、より皆さんが予約というか接種に行きやすい場所での接種会場を新たに作るというような話なんですが、これについては場所等についてはまだ相手方もいろんな調整があるのでまだちょっと言えないということなんですが、まずは予約なしでできる場所っていうのを、ここ1箇所を作ろうということになります。まあ、何人来るのかわからない現状で高価値のワクチンを確保できるという見込みでやっているということです。はい、そうです。わかりました。はい、はい、読売新聞の、はい、まあ、1日の受付を終了した場合は市のホームページで公表するという話ですけれども、実際その当日の予約なしで受ける人枠というのは1日あたりどれぐらいを想定されたんですか。うん、実際クルーズセンターはですね、1日3000人受けることができるんですね。3000受けることができていて、で、それこそ8月の終わりとかぐらいは9割以上予約入ってた。ただ、今週以降ですね、が、結構半分ぐらいになってる、予約が。ということは、まあ、単純に言って1500ってことですよね。で、東京渋谷では300の枠を開けて、埼玉とかいろんなとこから接種に来て長蛇の列ができてるってことですよね。で、あれは要するにまだ皆さんが接種したいっていう人がスムーズに予約できない状況の中であれ300オープンしたわけですよね。ただ福岡市の場合はクルーズセンターはこれまでも予約入れようと思ったら入れることができる状況になっていて、その上で、この枠を上げるということですから、要するにまあ今悪であろう、いわゆる1500ですよね。例えば、50% だったら1500あとあるわけですね。で、あと、町の規模とか、それから、接種がすでに予約しようと思えばもうできる環境があるということを考えると、それだけの人が一気に押し寄せて大混乱っていうことはですね、一定考えにくいかな、ということまで含めて、想定した上で、今回、予約なしで大丈夫というふうに、見込んでスタートするということです。まあ、ちょっと1500と言ってしまうとですね、ちょっとあんまり数字が一人歩きしてほしくないなというふうに思って、言わないんですが、要するに大事なのは、そのワクチンの数もあるんですが、接種体制ですよね。何人の方をさばけるかっていう中のスタッフの数とかいうことも大事になってくるんで、一定、その程度ぐらいは現在の予約の入り方を見ると、これから大丈夫ではないかと。いうふうに見ているので、まあ、あんまりこうちょっと記事として1500はあんまり書いてほしくないんですが、一定のその何というか余裕があるというふうにちょっと濁していただけたらありがたいんですが、あともしですね、はい、まあ、モデル側でクルーズセンターの方は、まあ、予約サイトを見てもかなり空きがあって、一方で他の集団接種会場は結構10月の中頃まで空きがなかったりするんですけど、例えばファイザーは人気だけどモデルナはまだちょっと打ちたくない人がいるみたいな、そういうような状況とかは大別物としては完璧にこれという一つの理由には集約できないと思うんですが、多分複合的にいろんな理由があると思うんですね。つまり、モデルナの方が結局その副反応の話がやっぱりよく出てくる。で、まあもちろんその分そのスパイクタンパクがよりいっぱいできるというようなプラスの面もあるんですが、やっぱり副反応が大きいんじゃないかっていうようなことでファイザーの方がいいんじゃないかなって思うような方が多いかもしれないし、もしくは距離的な問題で、より、その家に近い、
ところで打ちたいと思うかもしれないし、まあ、そのあたりの複合的な理由なんだろうというふうに思っています。じゃあ、1、2で。はい、順番に。西越後のワードの、はい、では東京の関連なんですけれども、もし、まあ、1500、まあ、1500かどうか分かりませんけど、キャパを超えた場合の最初について、うん、例えばそのなんか、シャトルバスを増減するとか、駐車場をもっと開放するとか、そういうことはお考えでしょうか。そうですけど、それは、ワクチンの数ではなくって、接種希望者が予約なしで来て、余っているワクチンの量を、超えそうな場合とか、まあ、例えば行列ができたりするような、そういうのを防止するために、何か策というのは何か考えていますでしょうか。はい、基本的にはですね、今のその例えば現場の飛び具合でいくと、もう今週からは相当実はその空きがある状況です。で、大型の駐車場が完備しているので、直接車で来ても大丈夫ですし、またシャトルバスもあります。で、これまでそのなんていうか、予約取りたくても取れなかった東京とはちょっと福岡市の状況って少し違うので、そんなに今から急にこう殺到するぐらいだったら、多分もうすでに予約取ってると思うんですよね。なので、そういう意味ではそこまでの大混乱がないと見込んではいるんですが、万が一、本当に例えばさっきちょっと言った1500を超えるようなですね、状況になりそうとか、何かそういった状況があれば、もちろん整理券的なこともできますし、いくつかのオプションは準備して、混乱がないと思いますが、対応ができるようには準備しておきたいと思います。ちなみにここで十分予約なしにしても、まあ、いわゆる取り込み影響人たちに対処しきれるという想定というのは、検討会で議論されたことなんでしょうか。そうですね、数字についてはもう皆さんにもお示しをしていて、で原案の方は福岡市がお示しをしているものなんですけれども、接種、今の予約率というものが、ワクチンのこのフルセンターについて、今週から大きく減って、まあ、夏休み終わったとか、いろんな事情があるんでしょうが、落ちているので、これであれば、急に、来てもワクチンが足りないというようなこととか、もしくは、人員が、急で足りないというようなことも起きないだろうという想定です。で、それを、今日の検討会議の中でもお示しをして、皆さんにも、お認めいただいたということです。ごめんなさい。産経の中村です。はい、先ほどの検討会の話で、まあ、新しい場所っていうのはこれからまた調整が終わったらってことなんですけど、はい、もう一件、その今日の会議の中でさっきステージが変わったって市長おっしゃって、その、はい、例えばアメリカとかだと、打ったら、なんだろう、ヤンキースタジアムにつけてあげるよみたいな、ああいう鑑賞の仕方もやってるじゃないですか。そのあたりっていうのはまだ早い。そのステージとしてはまだそこまでは行ってないっていう理解をしたらいい。そうですね。それは もちろん議論にはなりました。どうやって、その若い方を特にその接種勧奨していくか、それから特に話が出たのは、若い人もそうなんですが、ワクチン受けることができない12歳以下ですね、その子供たちを持つ親世代ですね、この親世代をどう打っていただけるように勧奨していくか、つまりワクチンを打てない子供たちを守るために、その親世代の人たちをどう接種勧奨するかとか、このあたりの話が結構中心的に出てきました。で、その何かのインセンティブをつけて若い世代の人に打っていただこうというご議論、もちろん中では出たんですけれども、段階、フェーズとしてはですね、まずはたくさんの人が、まあ、できるだけ早く打ちたいっていう皆さんをうまくその整理をしていくというのが最初のフェーズ。次が、場所とか予約なしでいいよとかいうようなところを整理すれば、接種だったらチャンスがあるんだったらやろうかっていう方を次は受け入れるようなフェーズ。で、さらに、その場所はあっても何があっても特に行こうと思わないっていう方に接種勧奨を仮にするならば、多分次のフェーズで、今お話あったようなインセンティブっていうこともあるのかもしれないなとは思います。まあ、当分もうちょっと先かなっていう感じですね。そうですね。何かをつけてみたいなことはちょっと先かなというふうに思います。で、あと、課長、今の、新しい最新の数字、多分、接種済みの回数と予約のそのパーセンテージ、教えてもらえますか。はい。では、私の方から。
全年代をトータルで申します。まず、1回目の接種済みが 70.1%。 2回目まで接種済みの、率が 54.5%。 次に、予約済みまで入れた時の、率を言います。1回目の接種済みプラス予約済みで合計しますと 74.8%。 2回目の接種済みプラス予約済みが 70.1%。 これともに9月、11日接種済み時点です。以上です。市長、そのフェーズ、はい、次のフェーズ、いや、ごめん、次のフェーズっていうのが、今回場所を増やすよっていうフェーズからさらに次のフェーズに行くってなると、この70とか74って数字がもうちょい80とか90近づいてきたら、あ、まあ具体的な数字はなかなかないと思うんですけど、はいはいはい、そのイメージなんですか？すごくいい質問だと思います。なんでいい質問なのかというと、結局これ言った通り、今月末、9月末までで大体7割の人がもし接種するとしたら打ち終わる。そして、8割の方が接種したいというならば、10月末には打ち終わるだけの体制とワクチンは福岡市は準備しています。これはもう確定であるんです。ただ、そもそも福岡市民の何割の人が打ちたいと思うかっていうところだと思うんですよね。それで、ですから、7割の方が打ちたいと今思っているのであれば、その7割の方を打つまでが今回のフェーズだと思うんですね。で、もう予約枠があっても、打つ場所が近くにあっても、特に打ちに来る人がいないってなった時に、要するに、次の、例えば何かのインセンティブをつけて来てもらうとかいう話になるのかなと。だから、その接種を何割をもって完了とするかっていうのは、当然その村とかですね、高齢者が多いところっていうのは多分全体の8割の接種率っていうところが多分完了になると思うんですが、福岡市のように例えば10代20代の率が政令市でも一番多いというような若い人が多い町の場合は、多分村とかですね、高齢者の多いエリアと比較して全体の接種率っていうのは低い状況で一旦ゴールみたいな形になるんじゃないかなというのも、ですから、いわゆる打ちたいと思う方がある程度打ち終わった段階以降が次のフェーズなのかなと。なので、今話にあったように、すべての世代で行くと予約で今70ぐらいなので、逆に言うと70%、残り 30% の人は1回の予約も今入れてないんですよね。今、要するに予約できる状況にあっても1回も入れてないと。いう方が、もしかすると今回の予約なしっていう中で、あ、それだったらということで、いらっしゃるかもしれないし、これがどれぐらいまで伸びるのか、要するに1回目の予約分っていうのが、結局、今後も2回、この人たちが打った予約接種率になるので、さあ、今は7割までいってますけど、それがどこまでいくのかなというところは、都市のまた特性、年代構成によっても変わってくるので、福岡市の場合はどれぐらいいくかなというのは、ちょっと、まだ見えてこないです、ね。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ、1、2で。はい。B チーム行けたと思います。先ほどの東京の接種の話で、近隣からも来たっていう話がありましたけども、実際そのワクチンを一定確保できて、予約もできるような、福岡市にとって、近隣自治体からの受け入れっていうことは、現状考えられておられるのかっていうことを、分かりました。まず、近隣の自治体の受け入れっていうことについては、これは、これもまさに、フェーズがまた変わればっていうことだと思います。まずは、やはり、それぞれの自治体で、自分たちの、市民にいかに早く接種するかっていうところですね。それをみんな一生懸命頑張っているので、我々もまずは福岡市民にいかに早く接種するかというところをしっかりやっていきたいと思います。で、これが、要するに、例えば一段落したとかですね、そうなってまたフェーズが変わってくると、多分まあそういった、
こともできてくるようになるのかなというふうに思いますが、まだそこの段階をちょっと言い出す段階ではないかなというふうに思います。はい、どうぞ。はい、FBS の加藤と申します。はい、今福岡市でそのクリニックの個別接種が予約取りにくい状況があるという話なんですけれども、今後その個別接種ってどのように進めていかれるお考えですか。はい、これについてまさに、今日の検討会議の中で話になりましたので、また後日その全体の体制についてお話をするんですが、ただ、もう国のワクチンの供給自体が終わるんですよね。で、結局10月まで国民8割っていうところで全部日本中配っているので、そうするともう、ここからワクチンの供給っていうのはそうなくなるわけですよ。それから、そういうふうになってくると、うちの場合850のクリニックに対して、もう十分な量を配るっていうことが今後できなくなるんですね。ですから徐々にその今後の3回目接種が仮にあるのかどうかとか、もしくは、今後また新たな形の何か始まるということになるときは、また動き出すんですが、今回のこの10月まででいくと、ワクチンの量っていうのはもうほぼこれ以上っていうことは見込めないので、となると、徐々にこれはもう縮小という方向になってくるんですね。ですから今1回目の予約ができなくなってるんですよ。それはなぜかというと、1回打つと3週間後に2回同じワクチンで打たなければいけないということになってしまうので、それでもう2回目の予約しか受けられないようになっている。それは国からのワクチンの供給量がもう今後来なくなるから、それで締めていってるということです。ですから全体としてはワクチン接種できる場所についてはより今後集約していく形になる方向になるんですね。具体的な形はまた後日お伝えしますが、あまりロットが打てる会場がバラバラになってくると、例えば 6回分1つの便で例えば6回打てますって言ったら、その前ちょっと数ヶ月前だったら今日例えば3人分余りましたよって言ったら入ったんですが、今たくさんのところに配ってみんなが例えば3つずつ今日余りましたって言っても、もうそれが埋まらない状況になってしまうんですね。ですから、これは国の供給の問題によって、クリニックについては、より縮小していくという形で、一旦縮小、これがまた3回目とかいう話になったら、またっていうようなことを、今日、まさに医師会の役員も入った中で話があったんで、それはまた、丁寧に今後、医師会の中でクリニックの皆さんとはお話、案内がいくと思います。はい。はい、渋谷の松沢です。渋谷の接種の例はちょっと特殊な話なのかと思うんですけども、似たようなその事例で他県であったりとか、把握とかされてますでしょうか。もし全国初とかだったら、予約なし、多分ちっちゃいところではやってるところあるじゃないかな。あると思う、ちっちゃいところではあると思うんですよね。政令市でやってるかわかんないですけど、ただまあ、あんまりそのなんていうか、人と比較してやったというよりはですね、とにかく無駄だというか、もったいないことしたくないっていう思いで、今週からそのなんていうか、そのクルーズセンターの予約が一気にちょっと半分ぐらいにバンとこうなっているので、これだけのせっかく人員が皆さん、医療機関の皆さん忙しい中出てきていただいて、それだけさばける人がいるので、それからワクチンも確保しているわけですから、それでやろうということなんで、ちょっと予想を見て決めたわけではなかったので、ちょっとごめんなさい、今把握してないんですが、なんか知ってる人います、うん、ちょっと今、はい、ごめんなさい。僕が参考にしたわけではないということです。そうですね。はい、まず1点目かな、はい、先ほど、まあ、今後その行きやすい場所に新たに接種会場を設けるとか、まあ、検討されているという話ですけども、はい、まあ、ちょっと、まあ、今後発表されるんだと思うんですが、その予約なしで接種できるような会場を新たに、まあ、増やすようなことを検討している。はい、そうではなくて、予約なしは当面クルーズセンターだけのイメージです。ここはまあご承知の通り、本当に天神のど真ん中で予約なしになったら本当に殺到する可能性があるじゃないですか。でもクルーズセンターまでってなると、もう一歩ちょっとほらハードルがあるって自分で言うのもなんですがあるじゃないですか。だから多分混乱しないだろうなっていうところとかもあって、ここならまあ
べきだという話。じゃあ先ほど行きやすい場所っておっしゃったのは、はい、イメージ的に言うとそういう便利なところで、まあ、予約は必要だけど。そうです。そうです、そうです。予約は必要だけど。わかりました。はい。すいません、RKB です。他の場所の部分なんですけど、10月中まで埋まってるって話もありましたけど、どうしても打ちたいって方は予約はできるっていう状況で認識されてらっしゃいますか？はい、もちろんです。はい、予約がもうバッチリできます。多分ですから、今後はですね、ファイザーはもうちょっと入ってきにくいでしょうね。多分今後、そういった場所を新しく作るにしても、モデルナになると思います。ファイザーについては、もう国のその計画の中で、さっきの個別接種の質問もね、吉さんが出ましたけど、個別接種のクリニックとかについては全部ファイザー使ってるんですが、ファイザーが国から供給来なくなるので、そうすると新しく仮に開けるとしてもモデルナになると思います。他よろしいでしょうか？それでは以上です。よろしく。はい。どうもありがとうございます。すいません、遅い時間に。ありがとうございました。